増援部隊が。へえ、ただの賊ではないようだね。どこかの国が裏で手引きをしているのだろうな。ええ、あり得る話です。本気で言ってるのか。これが芝居に見えるのか。リオニスではないとすると、まさかウェゼットの手のものか。あり得る話だ。ホルンとウェゼットは敵対しているんだし。言葉を慎め。ウェズエットは我らリオニスと友好関係にあるのだぞ。申し訳ありません。今は賊の正体などどうでもよい。問題は敵の数。エルデ殿、どうする？力に力で対抗するのは我らリオニスの流儀ではない。ほう、策があると。茶は捨てる。森まで引くぞ。何を言う。この雨の中マシュリー様に。ここリオニス領なのルールにあらばせ。そうか、そなたがリオニスの王子だね。そうだけど。リオニスの王子は気性が荒く、剣の腕も一級と耳にしたが。マシリー様、それは第二王子のシュテル殿のこと。思い出したぞ。リオニスの王子は双子だが、性格は正反対だ。なるほどな。では存分に拝見しようぞ、リオニス第一王子の剣の腕を。生かして返すわけにはいかない。加勢するわね。なんだか強そうだね。みんなは僕が守ってみせる。Thank you.